皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手32が24日日本時間25日ワールドシリーズ WS 開幕前日のメディア対応に臨み、決戦に向けた意気込みを語った。写真、パンチ聞いているチャリティーイベントのパーティーに出席した際のベッツ夫妻。 自身にとっては5年連続8度目のポストシーズン、P.S。メジャーを代表する名門球団同士の対戦となった今回のシリーズとなっただけに、ビデオゲームとかでプレイするときに選ぶようなチームだ。だから楽しいんだ。簡単で誰もがやっているように感じるけれど、とてもチャレンジング。それが僕らに喜びをもたらしていると満面の笑顔だった。 チーームの確実な変化を体感したたシーズンだった新型コロナウイルス感染拡大の影響で短縮シーズンとなった20年に世界一に輝いたドジャースだが21年はリーグ優勝決定シリーズ2223年は地区優勝決定シリーズで共に敗退ベッツは変化の一番の要因に大谷翔平の存在を挙げる 翔平を獲得したことでいろいろなことが大きく変わった。正しいプレーをする本当にいいメンバーが揃い、みんながお互いを愛し合っている。彼のしていることはアメージングだ。だから彼のためにもワールドシリーズを勝たなければいけない。すぐにチームに溶け込み、リーダーとして活躍してくれた。彼が僕らにしてくれた以上のことは何も求められない。 ベッツはパドレスとの地区シリーズ第3戦で先制本塁打を放ち、2022年のポストシーズン、TS 以来30打席ぶりに安打を放つと、そこから打棒復活。今 PS は11試合で打率295、4本塁打、12打点と高いレベルで好調を維持している。彼だけでなく、他の選手もワールドシリーズに出場したことがなかったりする。 翔平はとても意味のある試合に出場している。これは彼にとって全て同じ試合なんだ。シャンペーンが弾けるのは彼にとって新しい経験かもしれないが、勝つこと、勝ちたいと思うことは彼にとって新しいことではないと思う。経験豊富なドジャースの顔が新風を吹き込んだスターと共に頂点へと歩む。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。